って見て、これ2分来たのね。あれ、どうしたの？つゆ草摘んじゃった。まだ咲いてるなんて夏の忘れ物かな。つゆ草じゃなくてその格好。みゆちゃん、平気？でへ、こけちゃった。大丈夫なの？なんともない？もうお姉ちゃんってば。大丈夫、お姉ちゃんったら本当に心配よさ。おかげで梅雨草見つけたよ。ほら、綺麗でしょ。まるで空の一番に深いところをひとつまみしたみたいな素敵なブルーでしょ。うん、そうね。リフの表現はいつもユニークだね。あ、そうだ、さっき店長と会ったよ。かなたさんも一緒だった。ヘルメット買うんだって。ああ、確かそんなこと言ってた。駅ビルで買ってから行くって。それならまだその辺にいるってことだな。じゃあタモル、俺にくれよな。いいだろう、ダメだよ、もとかわいくはあの綺麗なモデルとデートができるんだからな。純粋な動機だけで俺がタモルを欲しがると思ったか。あのモデルのカナタとデートができるかもしれないんだぞ。レン
連ドラの出演決まったらしいぞ。なんだよ今さら。いいじゃんいいじゃん。だってねおちゃん、雨だってさ、二人はうまくやるよ。そうかな。な、正午。雨宿りとかお休憩とかな。ああそうだった、お前に借りてた傘持ってきたぞ。
おばちゃん、いつもの。はいはい、レバニラ定食ね。明日、何来てく？え？いいだろう。賭けだな。晴れたな。最後に晴れたからよかったっす。
あるんだよな。世の中には止まない雨が。翔吾先輩、そりゃあ商売っすから。なんすか用事？なんすか？それで？今日は何がいいのかしら？そうっすね、今日はイカが安いっすよ。あら、そう。じゃあそれ、いただいてくわ。ありがとうございます。毎度どうも。翔吾先輩、なんすか？今日のマグロはどうかしら？脂乗ってますよ。おすすめっす。